出しします。男子19番監督、選手の皆さんは集合場所にお集まりください。男子19番芸の宮高等学校、23番萩尾高等学校の監督、選手の皆さんは選手集合場所にお集まりください。
試合の結果をお知らせします。ただいま第3クォーターで行われます女子4番レーザー東京高校対5番北斗高等学校の試合が3対0をもちまして明豊高等学校で行われました。あれ、あ、女子の話ですね。
高等学校が勝ちました。